はい、皆さん、こんにちは。金山パパです。えー、本日のテーマは、えー、藤井聡太さんも学んだモンテッソーリ教育とは、えー、食事編というところで、えー、お話をしていこうと思いますので、よろしくお願いします。は、え、じ、ー、めになんですけれども、えーまあ、これから話すことっていうのは、まあ、本で読んだこととか、私今はね、あのパーソナルトレーナーとして仕事はしているんですけれども、まあ、その以前はあの作業療法士っていうね、あのリハビリの方で、 えー、仕事をさせてもらっていたんですけれども、まあ、そちらで学んだことあとは実際の子育てで体験したことをかいつまんで、えーまあ、話すだけですので、まあ、こういう関わり方があるんだっていうくらいに捉えてくださいで、えー、食事の役割なんですけれども、まあ、当然ですね必要な栄養素を取るあとは、えー、コミュニケーションを取るってところですね、まあ、これはまあ一般的なイメージと、えー、一緒ですね はい、で、まあ、育児をしていてですね、食事の問題点っていうのがいくつか出てくると思うんですけれども、まあ、具体的な例で言うとですね、我が家の食事の問題点なんですけれども、まあ、うちの子どもですね、まず、朝食をね、なかなか食べないんですよね。で、次に食べたとしても遊び食いになっちゃうんですよ。あのおもちゃがね、いろいろあるので、そちらの方を遊びながらね、あの食べる。一口食べては、またリビングの方を歩いていって、ちょっとプラレールで遊んだりとか。 急に本を読み出したりとか。で、食べ終わって、口の中のものが食べ終わって、また呼ぶと、まあ、すぐ来てくれる場合もあるし、まあ、5分、10分ずっと無視して遊び続けるっていうケースもあります。で、あとは3番目、えー、食べ物を投げるですね。まあもちろん、いきなり投げるというよりは、食事のやっぱりね、終盤にね、まあ、時々あります。 でまあ、こうやって、ね、文章として書いてみると、やっぱりね、序盤、中盤、終盤とですね、食事の問題点っていうのは分かれてるなって気づきました。で、実際問題、食事のトラブルっていうと、まあ、こんなもんかなと思うんですよね。あと、好き嫌いって入ってくるかもしれませんけれども、まあ、うちの子供に関してはそんな激しい好き嫌いはないので、そこは困ってないんですけれども、まあ、大体それ含めてね、4点ぐらいかなと思います。 でこういったことがあったときに、まあ、食べない遊び食いをしてしまうというときに一般的な関わり方としてはやっぱり、ね、食べないから早く食べなさいって怒りますよねあとはそれでも食べない場合っていうのは、まあ、朝食を食べきったらデザートがあるよって言って、まあ、ちょっとご褒美でするということですよねであとはそれでも食べないんだったら例えばテレビをつけたりとか、まあ、場合によっては YouTube をつけてですね、まあ、見,て見ながらでいいから食べてごらんなんて言ってしまうと思うんですよ で、まあ、これって、やっぱり問題点があって、結局、早く食べなさいって言った場合ってのまあ、別にまだお腹空いてないかもしれないし、まあ、起きた時に、例えばですけれども、あの、前日の夜なんかにね、なかなか寝ないよって場合は、あの、また朝起きたらね、遊ぼうねなんて言って、えー、寝かしつけしてる家庭もあると思うんですよね。でそういった場合は、起きたら遊んでいいってなってるはずだから、早く食べなさいって言われても、まあ、言うことは聞かないですよね。で、食べたらデザートあるよって言った場合も、 あの本来の食事の役割っていうのはえ、まあ、ちゃんとした栄養素を取るっていうところとコミュニケーションっていうところですからやっぱりデザートを目的としていくとやっぱり食事のね本来の目的からは外れてきてしまう。でテレビなどでごまかして食べさせるって言ってもこれも結局まあ面白いテレビがやってればいいかもしれないけれども面白くないテレビの時は、まあ、見てくれないだろうし、まあ、食べてくれないと。 であとは、まあ、結局のテレビが楽しすぎれば、また食事が止まってですね、遊び食いになってしまうということですよね、だから根本的な解決策ではないんですよね。はい、で、じゃあそこをモンテスーリではどう考えていくのかっていうところなんですけれども、まずは、まあ、食べるようにはこだわらないそうなんですね。 食べるようにはこだわらないっていうのも、あくまでこう、まあ、初期の段階の話だと思うんですよね。で、食事の準備やテーブルを拭いたり、そういう風にね、まあ、これから食べるんだよっていうのをルーティン化していく。で、食事中は、まあ、もちろん食事の話をしてもいいんですけれども、やっぱり先ほど言ったみたいにコミュニケーションの場なので、食事以外の話題を話して、食事の時間って楽しいねっていう風にしていけるといいかなと思います。やっぱり好き嫌いはあると思うんです。 その時に、本人にとって美味しくない野菜とかが出てきて、食べなさいって言われたら、やっぱり食事の時間って嫌になってくると思うんですよね。なので、まあ、楽しい話題をしながら、まあ、必要な要素をとっていく。まあ、そういった風にし,しるという関わりもあるそうです。で、食事の終盤にもういいって言った時に、やっぱり食べてないと親は心配して、もう,もう少し食べてごらんなんて言っちゃうんですけれども、これもまあ本人なりのサインだと思って、 片付けるで仮にこの「もういい」って言って下げた時にまだ本人がお腹空いている場合もあると思うんですよねその時に変に「もういい」って言った場合にあご飯下げられちゃうんだっていうふうに、えー、少しずつ覚えていってもらってその積み重ねでやっぱり必要な量をね取れるようになるんじゃないのかというふうに、えー、私も思うし、まあ、本にも書いてありましたよ。 で続いて、えー、食事の問題点ですね。食べ物を投げちゃう。まあこれはね、あの食事の終盤に多いんじゃないのかなと思うんですけれども、一般的なかかり方としては単純に投げちゃダメだよっていう風に叱りますよね。であとは叱る前に理由を聞きましょうなんて言って、なんで投げるのなんて聞いたりすると思うんですけれども、まあ、これも まあいろんなパターンがあるんで一概には言えませんけれどもやっぱり投げて怒られるっていう過程が楽しいって思っちゃう子どももいると思うんですよね。まあ、自分なんかもなかなかこう子どもに本気で怒るってことはできないんですけれども怒ったり叱ったりっていうのは普段なかなか注目してくれない親が目の前にいて、まあ、特にパパですよね。パパなかなか仕事で子どもに関わるってのは難しいと思うんですけれども。その時に、 やっぱり食べ物を投げることによって注目を浴びるじゃないですか。で、それでパパが怒る、叱る、で、それでキャッ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 する、なんていうところ、の一連の流れをね、楽しんじゃう場合があるので、やっただ理由を聞くだけっていうのも、また、あ、ちょっと違うかなと思います。で、げんこつ。まあ、これもね、やっちゃう過程もあるかもしれませんけれども。 あの今はね、これやっちゃう虐待、自分の子供の、ね、虐待になっちゃうので、まあその辺はね、注意しましょう。で、モンテッストーリーはね、そこをどうするかっていうと、まあ別に怒るとか叱るとかそういう話ではなくて、食べ物投げちゃったらですね、あ、もう食べ終わったのって、お腹いっぱいなのって聞くと。で、まあそれなりの何かしらのリアクションがあると思うので、じゃあ食べ終わったんだったらごちそうさましようねとか、あとは一緒に食事をね、流しまでお片付けをすると。 そういったふうにすることによってお腹がいっぱいになった時に投げるっていうサインではなくてあのごちそうさまの、ね、サインをするということですね。やっぱり食の細さ細さっていうのはやっぱり人それぞれですから大人が思ってる以上に早い段階でお腹がいっぱいになったりとか 逆の場合もありますからねとにかく食事が終わった時のサインを教えるようにしましょう。で、実際にどうなのかっていうのは、やはりあの身長の体重のところで、まあ、平均的なところから見てですね、大きく外れてなければまあいいと思うんですよね。なので、その辺の、ね、数字的なところで評価するっていうのと、まあ、サインを決めて、えー、適正な量を食べているのかとか、 その辺を見ていけるといいかなと思います。で、ただ余談なんですけれども、ケーブルの下にね、なんかわざとスプーンを落としたりとか、食品をね、あの落とすっていう行動を子供は取ると思うんですけれども、まあ、よく言うのは、やっぱりそれ、子供の頭の中で、えー、自分の思い通りに落ちるのかとか、落ちた後の,その食べ物とか物の,その跳ね返り具合とか、まあ、そういったところを、ね、研究してるみたいなんですよね。でまあ、そういうことをやることによって、まるで大人になった時に、 ま落としちゃいけないものをね、あの落としたら割れちゃうなっていうところで慎重になったりとか、えー、しますから、まあ、そういったところもね、あ,のある程度はね、許容しながら、えー、見ていければいいかなと思います。で、えー、最後まとめなんですけれども、まあ、結局、どうしたらいいかっていうとですね、あの部屋を片付けましょうってことですよね。えー、問題点の一番として、まあ、食べないっていうのがあったんですけれども、やっぱり、 起きた瞬間におもちゃが転がっていればおもちゃでね遊びたくなっちゃいますよねなのでそうならないように、えー、寝るときにですねお片付けをして寝ましょうはいでそれだけじゃなくてですねこれからご飯食べるよというときに例えば手を洗うとか服宅をおしぼりでね拭くとかそういった風にして食べる準備をしましょうこれからの時間はご飯を食べるんだっていう風な思い込みをさせていくということですよねであとは 終了の線を決めるとということですでやっぱりもっと食べれるのかなとか食べすぎだよなんていうのも子どもの胃袋を信用してないっていう表れになっちゃいますからねなのでそこでももう本人お腹いっぱいなのにあと一口食べなさいって言うとやっぱり本人また本人のことを否定することになってしまいますから、まあ、本人なりのサインっていうのをね決めてもらって食事をクロージングしていくと,ということですね、うん、はい。 まあ実際問題、えー、私もですね、今週からこれを取り入れてね、やってるんですね。そしたらね、やっぱりちょっとですけれども、反応変わってきて、座って食べられる時間がね、増えてきてると。で、まあ、結局子供っていうのは、学習の中で、まあ、覚えたり忘れたりっていのは、やっぱ繰り返していって、だんだん教訓とか手順ってのは強化されていくものなので、 昨日できて今日できないとかずっとできなかったけどある日突然できるようになるとかそういったこともあるので、まあ、めげずにですねあのコツ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 向き合っていくことが大事かなと思います皆さんも子育て世代多いと思うんですけれどもまあそれ以上の方も多いと思うんですけれどもね、まあ、私のチャンネルを通じてですねあの子育てで悩んでることとか、えー、逆にうまくいって 私のこう育児方法をまあみんなにシェアしたいっていう方はまたコメント欄の方に書いてみてください。あとは今こういうことで困ってるから相談したいよっていうこともえコメント欄の方に書いてくれると嬉しいです。あの、産業療法士の立場っていうのとまあ一応今子育てをしているっていうところあとはまあ経営者っていうところでまあいろんな視点からお話はできるかなと思いますのでぜひよろしくお願いします。はい では、えー、今回は、まあ、ちょっとね、唐突だったんですけれども、えー、教育論について、えー、本当にかいつまんだところですけれどもね、お話をしてみました、まあ。いろいろね、あると思うんですけれども、このスタイルはね、自分のためにもなるし、えー、子どものためにもなると思うので、えー、続けていこうと思いますからね、ぜひよろしくお願いします。それでは、えー、本日の内容は以上となります。それでは、失礼します。バイバーイ。